アサミの音さんは良い友人でした。彼はまた良いボスでした。私は彼を覚えてチャンスがあることが嬉しい。私は彼の友人東京で嬉しい。多くの良い思い出があると確信しています。私たちの日からサポロのNHK研究室でアサミさん知っています。 ながら私は日本で多くの人々は私に、とても親切でした。特に浅見さんと彼の素晴らしい奥様、智子さんでした。浅見さんの仕事は簡単でした。もちろん私たちは本当に素晴らしい何かをしようとしました。私たちは新しい水素エネルギーの存在を証明しようとしました。つまり新しい水素エネルギー無害な放射線なしですかもしれません。福島の恐ろしい事故。私たちは理解することができます。なぜから、これが重要な目標。 エネルギーは最も重要な問題でありますアサミさんこのことが分かりました。当初グループは日本で多くの企業からのメンバーでした。私たちは密接に米国、イタリア、ロシア、フランスからの人々と働きました。だからアサミさんも外交官でありました。幸いにも アサミさんに人が好きでした。一緒にみんなよく一緒に働きました。彼は私たちのグループの活動を整理する助け。一緒に私たちはスキーに行きました。私たちはテニスも一緒にしました。実際には 彼はテニス・ジ・アサミさんはトーラのようでした。私たちはすべてアサミさんよりも若かったですけれども、彼はいつも勝ちました。新しい水素エネルギー事件では難しいでした。私たちは非常に慎重な実験の必要でした。 新しい発見かもしれません。または、おそらく、その事件が間違っていたかもしれません。したがって、アサミさんはいい先生でした。人々は、私たちの事件の無用だと思うかもしれません。これら、この事件では、物理学の規則に違反します。けれども、 おそらくこれは科学者の仕事です。新しい発見されるたびに私たちは私たちの思考を変更します。本当に私たちは宇宙の私たちのビューを変更します。科学を変更しない場合は何も行政できません。マイク・ミクーブリさんは 興味深いコメントをしました。彼は時々実験繰り返すことはできません。これは科学者が間違っているためではありません。科学者は悪人ではありません。しかし、その科学的方法は無用です。だから、日本、 アメリカ、イタリア、ロシアからの科学者はすべて同じ結果を得る必要があります。アサミさんはこれを非常によく理解していらっしゃいました。新しい水素エネルギーは私の意見での物理学の法則に違反しています。私の意見では少なくとも 私たちの結果、十分に強くありませんでした。まだ印象的な結果をもたらすように見えての事件でした。
特に放射能非常に素晴らしい結果をと報告大学で笠木先生発見しましたと思いました。私はまだ結果を繰り返すことができます願っています。おそらく新しい水素エネルギーについてのサリオの部分はエネルギーラボの人でした。 私の同僚は世界で最高でした。残念ながら私は外国語が上手でありません。だから皆さんは英語を話しました。島田さん、上村さんと宮下さんは私と非常に感謝でした。また千住さん、上原さん、お兄さん、住美さん、久保田さん、 斉藤さん、私たちは細田さん、金原さん、飯田さんのオフィスマネージャーとしてのような技術者がラッキーでした。嬉しかったアンドレ・リプソンさんのグループに参加するようになった。いつの日か他の いくつかの偉大な発見がなります。それが起こるとき、私たち浅見さんを覚えています。